花見、1日目9月23日から1946年4月27日は、日本の歴史学者、東京帝国大学資料編参観、大学講師などを務める。主な研究対象は、合津、名古屋、安土桃山時代の3分野で、安土桃山氏の権威であった。歴史地理学会幹事、現在の福島県北方市に、地主の次男として生まれる。 海軍中佐で天城陸地区艦長として JF ケネディ海軍中尉指揮する魚雷艇を撃沈し戦後に塩川町長を務めた花見公平陸軍少佐の花見忠氏は老いである。会津中学に学び上村常三郎陸軍少将佐藤道代と同期であった。二校を経て1906年に東京帝国大学文科大学を卒業。 改正中学教員を経て、名古屋市市政治編、学芸編の編纂を担当。1915年に編纂が完了すると、明治中学に勤務した。ついで、閲差資料の編纂主任を務め、1922年から東京帝国大学資料編纂所に勤務し、1925年から資料編纂官館となる。横浜市、若松市の各市市編纂に携わったほか、 夏季の著作を刊行し、また、歴史地理、中央師団、歴史教育などで論文を発表した。1942年からは、直任官待遇を受ける。講師を務めた学校は、早稲田大学、日本大学、東京外国語学校、上智大学などで、精神女子学院で講義中に倒れ、同校で死去した。藍津い会員、塩川町を経て、北方市となる。 歴史地理、川上け氏団は、歴史地理、藤井仁太郎、追登録情報会男、陸軍大学校扶養処防出版、花見和子、夫公平との60年福島民放社事業局、出版部福島県立合津高等学校、創立70周年記念誌ス祖、同級生、東京帝国大学一蘭樹明治39年、イタリ明治40年東京帝国大学、 1907年、ページ。合図人物辞典文人編、花見、ついたちみ、ハット ABCD、歴史地理、花見ついたちみしり歴、東京帝国大学一覧寺大正15年、いたり、昭和2年東京帝国大学、1927年、367ページ。合図開会員名簿、ありがとうございます。